おいしいこれこれ、はい、よっしゃ。今日は何でしょう。はい、今日はですね、はい、ジャンキーなお菓子をご用意しました。お菓子、はい、最近ハモりますね。ハモるハモる、そうなんです。はい、こちらですね、はい、フリアさんならほとんどわかるんじゃないですか。これ僕大好物。うーん、おいしい。これは見たことある。コブッチ大好きです。カメチップね、うんうんうん、この味じゃないのもありますよね。あるある、いろんな種類、ね、ありますよね。しかもこれ今日本版が出てる。出てる、出てます。これはね、うん、タクタリって言って、うん、あの鳥の足なんですよ。タクタリって知ってます？タクタリって知らない。タクタリじゃないですね、タクタリ。タクタリ、タクタリ。これ普通にあの炒め物ありますよね、はい、おー、さすが。あのね、鳥の足あるじゃないですか、はい、だけを甘辛で炒めてある食べ物があるんですよ。こういう、こういうね、本当に足、こういう足、足、鳥の足、豚足みたいなことですね、はい、鳥足ですよ。鳥足、じゃあ足の形とかわかるんですか。わかるよ。それをビニール手袋をはめてこうやって吸って食べるのがあるんですよ。なかなか高度な。タッパルって言うんですけど、ほうほうほう、そのタッパルの味付けがあの実現してるもみたいですよ。これ甘辛系ですか。甘辛系、おだってニャンニャンっぽい感じの。はホットスプル、ホット炭焼きバーベキューって書いてある。おお、うん、これ結構有名ですね。これ知らないのよ、僕。これラッポキ、ラッポキは知ってるんですけど、はい、ラッポキってあのラーメンとトッポギ一緒になって、はいはい、トッポギのスープにラーメン入れるやつなんだけど、うん、これ今この緑色のお皿が大ブレイクしてるでしょ。あ、そうですよね。ね、っていう店でさあの販売してますね。そう、販売してて今結構うまく隠れてましたね。大ヒットしてるんですよ。そうなんですか、うん、だってそうなんですよ。でそれのこれお菓子なんでしょ。これなんかくねくねした形のスナック菓子みたいです。ベビースターみたいな感じ。わかんないんでちょっと開けてみます。じゃあこれ3人でどれが一番興味ある。フリアさんこれ食べたことないですもんね。ない。じゃあこれ食べてほしい。ですか。じゃあ天野さんは。じゃあコブクチップいきます。一番ハードル低い、うん、一番ハードル高いです皆さん。じゃあここに。これ食べたことないな。おお、ちょっとイメージと違いますね。全然イメージと違う。耳側みたいな。全然ラッポギって感じはしないんだけど。硬そうですね。匂いもラッポギの匂いがしないんだよな。食べてみて。はい、食べてください。いい音。あ、うん、うん、うん、梅干し食べました。いやいやいや、ちょっと味、うん、いい音、音はいいですよね。ね、音、ま、確かにトッポギの辛さはあるかな。うん、あの甘辛さ、はいはい、うん、結構辛い。結構辛い。辛いこれを。結構辛い。あ、これ大好き食感軽いっすもんね、あれ。これ美味しいよ。美味しいですね。うんうん、ちょっとコアネキ気になる。なんかね、チキンの。あ、あー、いいね。形が可愛いですよね、うん、いただきます。あ、ぽさはあります。うん、濃さはある。でもね、うん、なんだろう、バーベキュー味なんで、これも。あ、うんうん、いりますいや、これ食いたいだけやん大好物食いたいだけやん、うん、でも辛いね。結構辛い。これも辛い。これちょっと食べてみて。結構辛いよ、これも。あ、なんか最初砂糖菓子っぽさありますね。そう、なのに急に辛くなるでしょ。皆さん、ありがとうございます。
わかるわかる、わかんないよね、最初わかんない これ美味しい、これ美味しい、これ美味しいね。やっぱあの韓国の辛いお菓子を食べるときは隣にコブクチップを用意しておいたら間違いないってことですね。これうま絶対美味しいこれうまい。